メアリー・ハリソン・マッキーは、第23代、アメリカ合衆国大統領オベンジャミン・ハリソンの娘で、大統領夫人である母キャロラインが、重体に陥って死去した後、代理として、アメリカ合衆国のファーストレディを務めた女性である。インディアナポリスで生まれ、1884年11月5日に、同地において、ゼネラルエレクトリックの創業者の一人である。 ジェームズ・ロバート・マッキーと結婚した。マッキーとの間に、ベンジャミン・ハリソン・マッキー、メアリー・ロッジ・マッキーの二人の子を設けた。1892年10月に、母キャロラインが死去し、メアリーは、ボーボの代理として、ファーストレディを務めるようになった。1892年の大統領選挙での再選を、目指していた父・ハリソンがミニ首都候補のグロバー、クリーブランドに敗れ、 彼女のファーストレディとしての日々は翌年3月4日で終わった。その後、ハリソンとメアリーの関係はメアリーのいとこですでに前の夫と死別して未亡人となっていたメアリー・ロード・ディミックとハリソンが恋愛関係になったことをめぐって軽悪になった。1896年にハリソンがメアリー・ロード・ディミックと再婚すると父子は二度と口を聞かなくなってしまった。 1901年に父帰徳の知らせを受けたメアリーはインディアナポリスに戻ったが時はすでに遅く数時間前にハリソンは他界していたメアリーは72歳で死去しインディアナポリスにあるクラウンヒル墓地に埋葬されたなおメアリーは2010年の時点において夫人がいなかった大統領のファーストレディを務めた最後の人物である メアリーと同盟のこの女性は、年齢も同じで、全部、ウォルター・ディミックとは1882年に、種別していた。メアリー・スコット・ハリスン・マッキー。ありがとうございます。